今回はピッチングにおけるスライダー、これを真似しろっていうテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん、スライダーって投げてますかね？スライダーどうやったらもっと上手く投げれるようになるかとか、プロ野球選手みたいなスライダーどうやったら投げれるようになるかって考えたことないですかね？今回は、そういった方のためにスライダーをもっとですね、いいスライダーを投げるためにはどうしたらいいかとか、まあ、これからもう少しスライダーを投げれるようになりたいと思っている方は、まあ、どういう風に投げたらいいかについてお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで動画を見てください。でまずですね、質問になりますが、スライダーってそもそもどんなものを言うかってご存知ですかね？それからスライダーの握りとはどういうふうに握るか、そしてスライダーの投げ方ですね、にはどんなものがあるか、こういった方、この質問に、全て答えられる方は動画見なくてもいいかなと思いますが、まあ一つでもわからないものがあった方はぜひ、動画を最後まで見ていただくと、その質問の答えが、見つかるかと思うので、よかったら最後まで動画をご覧ください。ですね、私のチャンネルでは、ピッチングにおける体重移動の練習方法とか、千賀選手のピッチングフォームの解説とかをしております。なので、野球がもっと上手くなるためにはどうしたらいいかとか、野球で怪我をしないためにはどうしたらいいかっていうテーマで動画を作っていますので、まあ、そういったテーマに興味のある方はぜひチャンネル登録をしていただくと、最新の動画はですね、すぐ皆さんの方に、お届けできることが、できるかなと思うので、まあ、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、まずスライダーについて説明をしていきたいと思います。これテクニカルピッチの動画になるんですけど、すいません、ちょっとカーブのやつしかちょっと見当たらなかったので、ちょっとカーブの方で説明していきたいと思いますが、基本的には、野球のボールって、この回転の軸、回転の軸とそれに対する、回転する方向ですね、それによってホップ成分、ドロップ成分、そしてスライド成分、シュート成分と。いうような形で、ボールですね、球質を、評価することができるんですけど、スライダーっていうのは基本的には、回転軸が斜めになっていて、でそれに対して、スライド成分と、カーブはこう前方向に回転していくドロップ成分になるんですけど、スライダーの場合はこのスライド成分とホップ成分で成り立っているのがスライダーということになります。で、スライド成分が大きくなればなるほど、横方向の変化が大きくなる、横スラーになりますし、ホップ成分が、まあ、少なくなれば、ホップ成分が少なくなれば、落ちるようなボールになるので、縦スラーになってくるということが言えるのかなと思います。で、正直ですね、スライダー系のボールで言うと、カットボールとか、スラーブとか、スラットとか、なんかいろいろありますよね。そういう最近なんかいろんな変化球が出てきてるんですけど、正直ですね、あれってもう自称なんですよ。自分でそのボールを、カットボールだとか、そのボールをスラットだとか、そのボールをこうなんかスラーブだとかって言ったりしてるんですけど、まあ、正直ですね、ボールの回転数とか回転軸を、客観的に評価すると、まあ、それはですね、どのボールかっていうのは正直言えないんですね。基本的にはスライダー、回転、まあ、スライド成分が多くて、ホップ成分が、スライド成分とホップ成分成り立っているものを、スライダーと呼びます。で、この回転軸がちょっとずれたりとか、スライド成分が多くなったり少なくなったり、球速が速くなったり遅くなったりで、まあ、変化球をちょっと名前を分けたりしてるんですけど、まあ、それをですね、客観的に、こっからここをスライダーだとか、こっからここをスラットだ、こっからここをですね、カットボールだっていうふうにね、分けることは去年できないんですね。なので、人によっては、いや、それスライダーじゃねえよって思うかもしれないんですけど、まあ、もう一組にまとめても、それもスライダー系のボールという形にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、スライダーを投げる目的ですね、今現時点でスライダーを、投げてる選手、それからスライダー投げようかな、スライダー使えるようになりたいなと思ってる方は、まず目的をしっかりと明確にする必要があるかなと思います。でスライダーを投げる目的としては、まず一つは三振を取ることですね。まあ、スライダーって結構、武器になります。三振を取れるボールになるので、三振があんまり取れなくて、困ってる、まあ、ツーストライク追い込んでから投げるボールがないっていう方は、ぜひですね、スライダー投げれるようになってもらうといいかなと思います。でまた、スライダーを、少しですね、基本的なスライダーとしては、三振を取るのが一番の目的かなと思うんですけど、まあ、スライダーをカウントを取る球としても使えます。それからですね、ファールや内野ゴロを打たせるボールとしても使うことができるかなと思います。で、この3つも全部じゃんっていうふうになってくるんですけど、スライダーをちょっとですね、変える必要があるんですね。で、三振を取るためには、基本的にはスライダーをいかにストレートに似せるかっていうことが重要になっていきます。なので、やっぱストレートだと思って振りに行ったらスライダーだったから三振するんですね。でも投げた瞬間からスライダーだと分かったら、それは空振りしないんですね。なので、いかにストレートに似せるかってところが重要になっていきます。で、三振を取るためには、ストレートに似てる、つまり球速がある程度速くて、でかつ、変化量もある程度あるボール、それが三振を取れるスライダーになってきますので、まあ、そこはですね、投げ方とか握りをですね、変えていく必要があるかなと思います。それからカウントを取るスライダーに関しては、これはですね、別にストレートに似せる必要はないんですね。むしろどちらかというとカウントを取るスライダーを投げるためには、変化量が大事になってきます。というのはどういうことかというと、カウントを取るためには変化量が大きければ、一回ボールだと思わせてから、そこから変化量が大きくてストライクに入ってくるボールを投げることによって、一回ボールだと思って、振るのをやめて、でもストライクに入ってくる。それでカウントを取ることができるんですね。でまたストレートと球速差があることによって、まあ、タイミングをずらすことができるので、まあ、それでこう打ちに行くのをやめるということが言えるかなと思うので、なのでカウントを取る、スライダーというのは、相手がストレートを待ってるときに、ストレートとは明らかに違うボールでタイミングをずらすとか、一回ボールだと思わせて、そこからストライクゾーンに入ってくるボールを投げることによってカウントを取ることができるんですね。なので、変化量を大きく、そして球速がそんなに速くないボールを投げることが必要になってきます。また、ファールや内野ゴロを打たせるスライダーというのもあります。
で、これはどういうふうにするかというと、まあ、これも基本ではストレートに見せる必要があります。ストレートだと思って打ちに行ったら、変化して、詰まってしまったとか、引っ掛けてしまったっていうのが、ファールや内野ゴロを打たせるスライダーになります。で、そのためには、いかにストレートに近い、球速で投げることができるかというのと、変化量が、まあ、もちろん、ストレートに近いボールで、かつ変化量が大きければ、それは三振を取れるんですけど、例えばですね、こう、ワンストライクでファールボールを打たせたいとか、それから、ランナーが一塁にいてゲッツーを取りたいっていう時なんかは、変化量が多くて三振しちゃうと、まあ、狙ったボールを打たせることができないので、なので変化量は少ない方がいいんですね。なので、こういうボールは比較的カットボールって呼ばれたりもするんですけど、まあ、ストレートに近くて変化量が少ない、まあ、ちょっと曲がるようなボールですね。芯を外れるようなボール。まあ、そういったボールを投げると、ファールや内野ゴロを打たせることができるかなと思います。なので、同じ スライダーというふうに一括りにしてもですね、三振を取るスライダーなのか、それともカウントを取りに行くスライダーなのか、それともファールや内野ゴロを打たせるスライダーなのかっていう形で、握りや投げ方が変わってきますので、まあ、そういったところをしっかりと理解しておくことが重要かなと思います。ではですね、ここから、握りについて紹介していきたいと思います。3つのですね、握りを紹介していきたいと思います。1つはこういった形で、まあ、縫い目のところに、中指を合わせます。で、中指を合わせて少し、回転軸を斜めに傾けた状態で投げるスライダーのことですね。このスライダーを投げると基本的には変化量は多いです。結構大きく曲がります。で、球速も少し遅くなります。で、回転数はある程度こうピュッと投げれば回転数多くなりますので、回転数は多くなるかなと思います。で、目的としては先ほど説明した中で言うと、カウントを取る、スライダーになってくるかなと思います。ある程度横滑りする横スライになってくるので、一回相手をですね、ボールだと思わせて、そこからストライクゾーンに入ってくるようなボールになってくるので、カウントは取りやすいかなと思います。で、投げるコツとしてはですね、やや手首を寝かせて、でスナップを効かせるような、手首をこうひねるような感じで、投げると、まあ、横スラしていきますので、なので、カウントを取るスライダーを投げたいと思っている方は、こういった握りで、こういう手首を寝かしてスナップを効かせるように投げると、そういったカウントが取れる変化量の大きい横スラを投げることができるかなと思うので、まあ、よかったら試してみてください。続いて今度こういうボールですね。今度は縫い目、ここに少しこう縦に、合わせた、形になります。縫い目にですね、中指を合わせてもらって、で手首は起こしてこう縦軸で投げていきます。で、変化量としては、まあそんなに多くもなく少なくもなくっていう感じですかね。で、球速もそんなに遅くはなく、速くもなくっていう感じになります。で、回転数はある程度多くはなります。で、目的としては三振を取るスライダーになっていきます。で、投げ方としては手首を立てた状態で、まあストレートを投げるのに近い投げ方になってきますね。で、かつその時にチョップをするイメージですね。普通ストレートって親指が最後下を向くように、こう切る、投げ方をするんですけど、まあ、そういう風に切るんじゃなくて、いわゆるチョップです。そのまま投げ下ろすような感じ。実際ストレートは最後シュート回転していきますから、そのボールをリリースするときに最後親指が下を向いて小指が上に来るように、手を全体的に内旋といって内側にひねりながら投げていきます。そうするとまあシュート回転しちゃいますので、スライダーを投げたいですから、なのでどっちかというとそこでカットするように投げるんではなくて、チョップするような感じ。小指をそのまま下に振り下ろすようなイメージで、投げていくと三振が取れるスライダーが投げれるようになるかなと思います。で、まあ、コツとしてはしっかりストレートと同じような腕の振りで投げることですね。まあ、変にこうひねってしまったりすると、投げるこう腕の軌道が少しずれますので、そうするとバッターはその微妙な変化を感じ取りますから、そうすると、打つ前にあスライダーだっていうふうに気づかれてしまいますから、基本的にはストレートと同じ腕の振りで、投げることが重要になってきます。どっちかというとこう縦スラに近いですね。どっちかというと縦方向の変化に、なってくるかなと思うので、まあ、これ結構三振取れるようになりますから、よかったら、試してみてください。続いて今度はですね、この、CM のところに、2本の指を合わせます。で、若干ちょっとこう中指側にですね、軸を傾けた状態でボールを持ちます。で、ツーシームに近いような握りになってきますね。で、変化量は少ないです。で、球速はある程度速くなってきます。で、回転数も多くなります。で、目的はもう打たせて取る。まあ、カットボールに近いですね。目的としては打たせることを目的としたボールになってきます。基本的にはストレートと同じ感覚で投げます。で、リリースの瞬間に少しイメージは押し込むイメージ。ある選手によっては潰すとかって言ったりもするんですけど、リリースの瞬間に少しグッと押し込むようなイメージで投げると、ちょっと横に変化するんですね。そのままこう親指を下に向けて小指を上に来るように、まあ、ひねって内旋して投げてしまうと、まあ、多分ツーシームになります。ツーシームと同じような握りで、最後こう押し潰すというかグッとこう握り潰す、まあ、押し込むようなイメージで投げてもらうと、そうするとこうやや若干スライド回転して、まあ、カットボールというかスライダーの変化量の少ないスライダーを投げることができるかなと思います。まあ、そうすることによって、バッターはストレートだと思って打ちに行ってやや変化するので、差し込まれたりとか、詰まったりとか引っ掛けたりしてしまうと思うので、なので、打たせて取りたいときはこういったボールもいいかなと思うので、まあ、よかったら試してみてください。最後にここからですね、実際にプロ野球選手のスライダーの投げ方を見ていきたいと思います。で、まずは山岡選手の、スライダーですね。まあ、スライダーかももしくは変化量そんな多くないので、もしかしたらこれカットボールって言うかもしれないんですけど、まあ、カットボールかスライダーっていうふうに思って、まあ、見てもらえたらいいかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、三振を取りに行くところにはなってくるんですけど、基本的にはこうストレートと同じような腕の振りで投げてますね。で、ポイントとしてはここの、どっちかというと、いやいや若干ですけど手首を、寝かしていて、まあ、切るような感じですかね。チョップするような感じ。こんな感じ。ここでこういうふうに握っていて、で、ここからですね、こう、キュッと、キュッと、
ここをなんか少し切るような感じですかね。で、投げていくのがポイントですけど、もうストレートと同じ腕の振りで、で最後、チョップするような感じ。まあ、親指を下に向けずにですね、そのまま投げることによって、まあ、変化量がそんなすごい多いわけではないです。まあ、若干横にスライドするような感じの、スライダーを投げることができるかなと思います。で、バッターとしてはアウトコースのストレートだと思って、打ちに行ったら横にスライドしていくので、そのまま空振りしてしまうというような感じのスライダーかなと思うので、まあ、よかったら、こういう投げ方も試してみてもらえるといいんじゃないかなと思います。もう一個山岡選手のスライダーになってくるんですけど、これはですね、まあ、見て分かる通り明らかにこうさっき違いますよね。どっちかというとこう縦方向のドロップ成分が大きくて、カーブに近いスライダーですね。多分これドロップ成分が入ってますよね。こう前方向に回転していくような変化になってるんじゃないかなと思います。なので結構カーブに近い感じですね。で、ここからですね、一回こうふわっといってそこから下に落ちてくるような感じ。あまり横に変化するというよりかは、縦方向の変化が大きいようなボールになってくるかなと思います。なので投げ方のコツとしては、少しこうカーブに近いのでイメージはこう転がすような感じですかね。結構手首をクイッとこうスナップを効かせて投げるのがポイントになってくるかなと思います。で今度は則本選手の、スライダーですね。これもちょっとカットボールに近いなって感じがしますね。これもイメージは、ボールをですね、そのまま切る感じというか少しこう手首を寝かして、キュッとこう、力を最後入れて押し込んで、まあ、切っていくような感じのボールになりますね。まあ、そうすると、まあ、変化量は大きくはないんですけど、ストレートに近いボールになってくるので、まあ、バッターとしてはこう少し、ストレートだと思って打ちに行ったら、まあ、やや球速が、まあ、落ちて少し下に下がってくるので、打ちにくくなってくるのかなと思います。握りのところで言うとこんな感じですね。まあ、結構手首寝かしてますよね。でだいぶこの辺を持ってですね、最後こうシュッとこうひねるような感じで投げているかなと思います。で回転は若干ジャイロ回転も近いですよね。こういう回転になってきますので、なので、どちらでも横滑りというか、ちょっと落ちるようなボールになってくるのかなと思います。これもまあスライダーで、まあ三振を、まあ実際三振、このバッターで三振になってますけど、三振を取るというよりかは、打たせて取ったりとか、カウントを取るときに使えるボールになってくるかなと思います。で最後、今井選手の、スライダーですね。またこれも結構特徴的なスライダーかなと思います。まあ握りとしてはスライダーだと思うんですよ。でも結構ボールとしては、まあスプリットに近いですね。まあ、見てもらうと分かると思うんですけど、握りは多分スライダーなんですけど、もうほぼほぼもう横に傾けてるので、親指と人差し指で挟んで落としてるような投げ方になってくるんですね。なので回転としてはもう、まあ、回転数少ないですよね。回転数少なくて、で若干ジャイロ回転をしていて、でそれでそのストーンと落ちていく、もうフォーク、スプリットに近いかなと思います。なので、これはもう完全に三振を取りに行くようなボールですね。まあ、外角低めに投げて、それを空振りさせるようなボールかなと思います。なので、スライダーでもこう落とす、まあ、落ちる成分を多くすることによって、まあ、三振を取るというか、フォークに近い縦スラというか、まあ縦スラというよりもどちらかというとフォークですよね、これは。フォークに近いかなと思うんですけど、まあ、こういった投げ方もできるかなと思うので、まあ、よかったらこういうのも試していてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、今回の動画はおしまいにしたいと思います。今回はスライダーの投げ方について説明をさせてもらいました。スライダーは比較的、まあ、投げやすいボールではあるかなと思います。で、横方向に変化させたいのか、それとも縦方向に変化させたいのか、で、打たせて取りたいのか、それとも三振を取りたいのか、まあ、そういった目的によって投げる変化量とか、投げ方が変わってきますので、まあ、スライダーはこうやって投げるとか、誰々選手はこういう風に投げてるからそれを真似しようじゃなくて、自分がどんなスライダーを投げたいのか、どういう時に使いたいのかを考えてもらって、でそれだったらこの選手のスライダーをちょっと参考にしてみようとか、それだったらこういう投げ方で投げてみようというふうに、考えて変化球を投げられるといいんじゃないかなと思うので、まあ、よかったら、練習してみてもらえるといいかなと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。